はようございます。おはようございます。青木純です。今日はダンロップスポーツさんとゴルフネットワークさんの企画している初心者コース旅応援企画、教える人、教わる人、キューホールチャレンジに、なんとビンゴルフとして潜入取材させてもらうことになりました。今日、一緒に出てくれるのはかおちゃんです。よろしくお願いします。かおちゃんはゴルフ歴何年くらいですか？今年から始めたばっかりです、うん、ラウンドはどれくらい行ってるの？5回ぐらい。スコアはどれくらい？130とか。130ぐらい。じゃあ今日の目標はどうしようか？今日はハーフなので60ぐらいで行けたらなと思います。緊張してる？うん、してる。ちょっと練習できるみたいだから、うん、練習をして、まあ、60切り目指して頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、好きなの打っていいよ。7番。うん、もう打っちゃっていいの？うん。あ、まあね、最初はあの体操とかした方がいいんじゃないかな。なるほど、体操。この辺とか。あ、そうだね。うん、私もあんまりストレッチしない。普段？うん。いいよ、最初はね。あのね、わかる？これで癖が。大丈夫、もうこれで行くしかないって感じかな。一回さ、うん、こうして1、2、1、2って言って戻して、はい、戻して、はい、はい、頭動かさない。もう1、2、1、2って言って、しっかり、しっかり、OK。 お、いいじゃん。強くなった？うん、飛んだ。一回打つ？さすが。あ、でもめっちゃいいな。え、さっきね、早く振ってたのこれぐらいで、うん、早っ、体幹使って振れるようになるから、うん、いいじゃん。お、いいじゃん、まっすぐ。いいじゃん、めっちゃ飛んだよ。まあまあ、ありがちありがち。おぉ、売れてます。いいね、上手くなってる。まあ、ちょっともう直せないかもしれないけど、うん、こうなるから足が、こっちがこう、右足、そう、頑張って、これこうならないよね。なるほど、これ気づかなかった。あ、シャンクみたい。やらないと、やらない、わかんない、何回か。あ、いいじゃん。結構腹筋使うでしょ。うん。お、いいじゃん、それそれ。うん、いいです。右手離して、はい、立てる、立てる、立てる、そこね。ここがトップの位置ね。なるほど。こっちじゃないの？やば、ベースボールグリップ。何それ、ベース行ってんじゃないの？うん、3本で持って、どこの3本？ここの1、2、3本で持って、ここの2本で、うん、持って、どこ、うん、そう、もっとギュッとギュッとして、そうそうそう、これ、そう、このね、この5本ね、こういう感じ。うん、それでいい、それでいい。びっくりした。だよね、なんか手が変なんだもん。あ、そうなんだ、うん、全然わかんない。あ、いいじゃん。ねえ、もう本当にびっくり。あまり意識なくて。あ、びっくりしたわ。お、いいじゃん。手首はグニグニしないでしっかり固めた方がいい。そう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 。いいね。そう、いいね。スケッとなっちゃった。しっかり、これをまっすぐこうやって、まっすぐこう出して、そう、いいね。このまま？そうそうそう、いいね。あ、今ね、あの、当てようとしちゃったから、あげないです。あ、いいね。いいじゃん。緩めないね、それもちょっとね。お、いいじゃん。あ、届かない。うん、手首、しっかり手首に入れて緩めない。うん、
30ヤード残ってるよってやるからあれぐらい。あれぐらい？うん。いい、うまい。だ。そうだからラウンド中は多分うなりやつだからね。体の近くね。そうそうそう。体にくっつけて手をこなす。そう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 。パッチシです。今日のクラブセッティングはドライバー5番ウッド6番6番79PS パターです。もう8本。すごい。どう、緊張してる？うん、緊張する。まずスコアは60切り。あとは諦めない。諦めない。最後まで集中してやると、はい、そんな感じかな。はい、あ、始まります。頑張るぞ。おあと顔は、顔はこれからだからね。初めてやるから。うん、そうそう、これからだからね。いや、よかったね、一発でね。練習の成果出たじゃん。はい、クラブ。ありがとう。ちょっとまだまだ長いからね、パー5ね。そうだね。やっぱ緊張した？朝一は。朝一は緊張した。今の方が良いかも。良いね。何番で打ってたらいいかな。とりあえず、まあ、本当はね、ちょっとユーティリティで使いたいかな。アイアンの方が良かったかな。の方がいい。打ちやすい。うん、まあ、失敗してもね、まだ全然。あ、まあ、まっすぐね。そうそうそう。ちょっとクラブかぶすね。そう、うん。うん。もうちょっと左向いていいかな。うん。オッケー。いいね、いいね。完璧です。いいいいちゃんとまっすぐ出てる。まあできれば、うん、右側のバンカー狙いで行きたいよね。あ、なぜならば、うん、なぜならば左に行くとバンカー越えになっちゃうから、うん、あー、ほんとだ。次のショットで右に打てばいいから、うん、もうちょっと左向いていいよ。あ、間違えた。うん、いいよ。うん、いい。次は、うん、まあそこからだったな。花道だ、まっすぐ。花道って？花道っていうのは、うん、手前にバンカーなくてフェアウェイじゃん。うん、失敗してまっすぐ行って乗らなくても、うん、もしかしたら転がって乗るかもしれないから、うん、ちょうどいいかもしれないね。あと150ヤードここから、うん、もっとある。もうちょっとある。もう一回そのクラブで、うん、手前まで行って、うん、そっから乗せよう。はい、うんうん、おー、いいね、惜しい。うんうんうん、もうね、もうラフだからしょうがないね、あれはね。ナイスです。こう打つ瞬間に、うん、葉っぱが当たってこうやって開いちゃうの。なるほど。で、あっち行っちゃったの。なんかね、あんまね、できればこうラフに入れないようにゴルフするんだけど、うん、そんなの難しいから。難しいね。そうそうそう。これさえやってもいいよ。うん。うん。そうね、そう、いいね。ちょっとかぶすね。うん。いいよ。まっすぐまっすぐ。うん。オッケー。さっきね、転がっちゃうからね。右膝ね。うん。あ、いいよ。ナイスオン。オッケー。6オン。いいよ。あとはパターだ。地獄のパター。ゆっくり振ってしっかり打てば大丈夫。ゆっくりね。弱いかも。あ、弱い。
まあ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 、まあ、そうだね。うん、いいね、そんぐらいだね。あ、弱い。迷わずね、打っていいから。これこそ真剣にやんなきゃいけないです。そうだね、真剣に。あの葉っぱ通すぐらいなんですからね。あ、そうだよ。いや、うん、そう、うん、ちょっと強い。うん、ナイス。ナイスです。ロックオン3パット、はい、9、はい、はい、ありがとう。はい、いきますよ。はい、まあ、9スタート9はいいんじゃないですか。良いですか。うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。